さあ本日は LJL2018 サマースプリットラウンド5マッチ3の模様をお送りしております。アンソールドスタッフゲーミングバースデトネーションオーカスに11です。いや最後のシューター戦メガナーじゃなくてミニナーの状態で引っ張れていれば集団戦勝てていたんですが、少しタイミングが、まあ、遅くなってしまって、結果的にメガナーの状態で集団戦が始まってしまったので、 USG としては非常に苦しい、集団戦の立ち上がりにはなってしまったんですが、それでも、非常に苦しい状態の集団戦、非常に苦しいゴールド差がある状態で、そしてアッパーメン選手がいない4対5の状況で集団戦を勝ち切って、タワーにまでつなげられ、タワーにまでつなげて、もしかすれば勝ちが見えるのではないかというところまでしっかりと引っ張ることが USG として今回できましたからね。勝てない試合ではなかったですよ。全く勝てない試合ではありませんでしたね、うん、そして皆さんもう一度だけお伝えしておきます。 Who will win? 90% だったのはデトネーションフォーカスミです。ここまでの展開ですよ。あと一歩ですからね、十分ありえます。どちら勝ってもおかしくないでしょう。さあそれでは重要なゲーム3ドラフト見ていきましょう。今回レッドサイドアンソールドスタッフゲーミングが選択しています。そしてブルーサイドデトネーションフォーカス B です。どうしますかね、バーンをファイクのバーンゾーイドレイブンノクターンゾーイ変えましたね。先ほどエイトロックスだったんですが、これでタリアを開けさせるつもりですか、それともエイトロックスを開けさせる、もしくは両方、両方開けさせる形にはな、いやーただやはりエイトロックスはダメだと。さあガリアルはニコニコしていましたよ。なんでここで俺の番かよといった形ですかね。さあタリアのピックから始まります。非常に強力なチャンピオンですね。スウェインと先ほどのパフォーマンスを考えるとパイクのピックでもいいのかなとは思うんですが、モルガナとプラットミア相手にゲーム作れるんですよ。まあ、十分ピックしてもいいんですが、シェンタリアのコンビネーション嫌いましたか。嫌いましたね。それもあってまずはシェンの取り上げをしましたが、そうなるとシェンでのボットレーンというものを確定しなければいけないような気がしますが、かなりレーニング苦しくなりますよ。さあただキンドレッドを取れますね。ただしグラガスをそのために抑えました。キンドレットが来たとしても、まあ、問題がないように、グラガスを抑えているんです。あ、抑えてましたね。さあ USG どうしますか。ただこれタリアがまだジャングル可能性ありますからね。ありますね。グラガスサポートグラガストップでも集団戦であればキンドレットに対しては問題ないでしょう。問題ないですね。リーシン非常にアグレッシブなジャングルの選択になりましたね。タッスルいつ聞いてもやはり使いたいチャンピオンはリーシンだと答えていました。まあ得意チャンピオンというのもまあ好きなチャンピオンですからね。ここで見せることができるでしょうか。先ほどはフックチャンピオン、まあ新しいチャンピオンではありましたがエンティが見せました。さあバンフェイズ2です。ハイマーのバンはどうしますかね。モルガナからですか。デトネーションフォーカスミーのピックはかなりフレックスです。どこに誰が行くのか分かりませんからね。それよりもとりあえずは、サポートの番から割いて一体でもフレックスの用消そうといった狙いですかね。さあここも安を消していきます。まあモルガナを消しているのでここでパイクを取るというのが面白いですよね。そうなればタムケンチの番というのも十分に考えられはしますが、確かに助けるチャンピオンを消していきたいですね。単純に強いチャンピオンをバーンしていくので、あ、自分たちで、自分たちでですか。ちょっとどころかかなり予想外ですね。まあシェーンサポートでこれで確定ですかね。そうですね、これでシェーンサポートには確定ですね。野草のバーンをしているとなるとルシアン、さあここで何を取るかです。まあ、スウェイン語ボットレーナーで起用するというのは考えられますね。お、クレット。クレット。ミッドにもトップにもいけます。これはまだまだどっちに行くのかというのは分かりません。フレックスなピックになりましたね。さあ、相手にタンクが見えればそこに対して十分にカウンターとして機能するでしょう。フォーカスミーとしてはもうここで全てのレーンをさらけ出さなければいけませんからね。いきますか、フィオラ。トップに来いよと。どうですかね、ロックインです。こ
これはガリアル選手のプールチャンピオンプールにはクレットはないだろうという予測も兼ねてですかね。さあそしてラストピックです。ここでどうしますか。ジャングルがまだタリアなのかグラガスなのかも把握しづらいですし、カルマ、ミッドカルマですかね。ただサポートも誰が行くのか、いや非常に分かりづらいデトネーションフォーカス右ブリッツクランク、面白い選択ではありますけどね。もう一度ケネン、さあここからです。トップフィオラ、ジャングルタリア、サポートクラガスでしょうか。いや、ミッドクラガス、ミッドクラガスですね。ミッドクラガスですね。サポートクラガスになりましたね。そして USG がどう当てるのか、どういった構成にしますか。トップケネン、ミッドスウェイン、いや、ミッドクレットですよね。ん、20秒を切ろうとしています。ですよね。ミッドクロット、ミッドクレットです。集団戦の形を作るのはアンソルドスタッフゲーミングはかなり、楽ですね。クレットのアルティメットで突っ込んで、そこに、ケネンのアルティメットとスウェインのアルティメットを合わせることで、クレットとシナジーを考慮しての構成になってますね。フォーカスミーとしてはグラガスサポートはおそらく、キンドレットの抑止力として、ピックしているとは思うんですが、向かってくるクレットというよりも、スウェイン後分断するための、選択になりましたかね。ケネンにも聞きますね。クレットに対して、クレットの向かってくるアルティメットに対してのカウンターの要素として、取り入れている可能性というのも十分にありますね。そしてこのエビの先出しのフィオラーに対してケネンどうなんでしょう。基本的にはケネンの方が有利だとは思いますが、やはり時間が経てば経つほどフィオラーの方が強くなっていくと思いますね。特にビルドが完成してくるタイミングでだん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 辛くなってきますね。アパメン選手がどれぐらい有利を取れているか、グインソレージブレード、あとはビルドの選択でフローズンマレットを積むのかどうかによってまた一つ変わりますかね。さあこれが本日の最後の試合になります。1対1、これで決着がつきます。サモナーズリフトへようこそ。LJL2018 サマースプリットラウンド5マッチ3ゲーム3、アンソルドスタッフゲーミング VS デトネーションフォーカスミーの試合スタートです。ただユタポン選手には本当に絶大な信頼があるんですね。対面は関係ない、ユタポンならばということでしょうかね。ブラッドが得意チャンピオンというのもありそうですが、ミッドのマッチアップこれどうなんでしょう。なんかお互いにトラバサミとダブルスネアでなんか似たようなスキルも持ってますが、ミニオンが出撃しました。差はつかないと思いますけどね、ほとんど。となるとやはりプッシュ力は序盤セロスが押し込むことになりそうですね。そうですね、セロス選手の使うこのカルマの方がプッシュ能力は高いので、まずはプッシュ押し込むというのは基本的には、カルマの方が先、ティアマトが完成してからはお互い同じようなスピードにはなりますかね。さあ先ほどはスティール、トップレーンに何度もガンクをしてエビに有利をもたらすことができました。今度はどうするか。さあタッスルはトップレーンサイドからのスタートです。今回もトップレーンをベースに作り上げていくと思いますね。せっかくフィオラというチャンピオンを選択しているのであれば、それを育てない理由はありませんからね。レベル2でのガンクも警戒しているでしょうか。トップレーンにワードをしっかりとエビ置いていきました。リバーの中です。その情報というものをしっかりと共有できているか、それともしっかり察知ができているのかというのが重要ですね。さあタッスルはレッドバフを買った後、すぐさま自身のバフに向かっています。ピングが鳴っていないので、また姿はタリアの姿は見えていませんか。リバーの中央あたりで使ってますね。これ見えない。おっとレベル1仕掛けた、タウントも入っている。フラッシュアウトにでもイグナイト追撃、オーダーアタック、そして足ります、ダメージ。さあガンゴファーストブラッド、またしてもボットレーン一番弱いレベル1のタイミングでしっかりとエンティ選手仕掛けていきましたね。先ほどよりもキルポテンシャルの高いシェンを使用することによって一気にキルにまで持っていきましたね。さあエンティ今日は絶好調だ。おお、
こうなった時に、ボットレーンで先に有利を取ったのはガンゴ選手、加えて今回テレポートを所持していないというのもあってミニオンのロストがある程度起きてますからね。ここからボットレーンをドミネートする可能性というのも十分にありますね。さあまだ両ジャングラーはファームをしている段階です。そろそろトップレーンサイドに体を寄せています。まあ、今もタリアはトップサイドにいますからね、ボットサイドに体を寄せるよりはボットサイド、あとはエンティ選手がボットレーンから姿を消しているというのもあってですね。さあこのボットレーンサモナスペルは使用してしまいました。この後の状況どうなるでしょう。まあフラッシュとゴーストをユタポン選手所持していませんからね、かなり狙われてはしまいそうですが、ただシェンのフラッシュもなくなってますからね。ここから血沼を獲得したことも考えるとなかなかガンゴを刺すというのは難しいと思いますね。ガンゴ選手のスキルショット次第にはなりますが、もしスキルショット当てることができれば、このタッスル選手の関空決めることはできそうですね。さあエンティ引き寄せた。これは面白いぞ。バレない動きですねこれ。さあただし近くにはスティールもいます。ディビットがワードを置きに来るタイミングが勝負です。さあタウントを仕掛けた Q はおっとかわしている。しかしそれでも引き寄せが入っていれば手前にいます。さあまたしてもガンゴこれで2キル目です。これかわしたわけじゃなくて引き寄せですよね。ガンゴ選手が引き寄せちゃいましたね。ただアシストは入ったのでまあ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 問題ないでしょう。問題はないですね。いやただガンゴ選手に2キルですからね。一番 USG の中で、エースプレイヤーとなっているプレイヤーに2キルですから。見てください、カタリストから作っていません。もうキルから取ってやろうというブラスティングワンドからの選択ですからね。ダメージが出ますよ。 AP40 上がってますからね。さあゲームテンポを握っているのはアンソールドスタッフゲーミングです。トップレーンに向かっての動きですが、かなりデトネーションフォーカスにやはりトップレーンサイドに向かって視界ワードを取りますね。まあ、エビ選手を育てるためにもこのタリア、スティール選手がトップサイドに体 かなり体を寄せているというのもあって、アパメ選手は今ファームができていない状態ですからね。ここを助ける選手としてはなんとか助けてあげたいですね。さあユタポンはまだまだフラッシュがない時間が続きそうです。見えていません。いやスクライアーブルームの絶妙な角度で見えませんでした。これでまたボットサイドにいないということは把握できてますからね。アバメン選手としてはまずはレーンを引くような形になりますね。さあタッスルのスマイトアイテム青スマイトにしています。ガンクが狙いです。ここどこを狙いますかね。いやボットレーン狙っても面白いですけどね。ビビット選手にスネアを当てることがさえできれば、一気に切る前につなげることができますからね。さあそしてリフトスカトルボットサイドに湧きました。タッスルが取れるでしょう。いやこれでコントロールを取るでしょう。レベル5になりましたね。さあガリエルも一度リコールをしてティアマトを購入することができました。テレポートは使用しません。このレベル6になるタイミング、タッスル選手がアルティメットスキルを処置した段階でどのように動くかですね。おカタリストの完成までしましたね。さあそしてスティールはトップを狙っています。エビのダメージは痛い。ただしアパメンもしっかりと引きます。かなりスティール待っていましたがここでリコールに入るようです。さあタッスルの位置はこのワードで見えたでしょう。見えているんですか。ピングが鳴ってませんね。気づいていないでしょうか。の可能性は十分にありますね。お今気づきましたね。今鳴りましたね。こういった場合どうなんでしょう。選手は皆VC をつないでいると思うんですがピンもやはり重要。ピンは鳴らすべきですね。出なければどこに、トップサイドにいると言ってもどこにいるのか分からないですからね。ですねダメージがすごいですね。いやあの一発引いてあの WQ 当てただけですかね。ユタポンここから回復はできますがまだクールダウンは早くないですよ。さあガリエル仕掛けたレベル6だ。一気にタール削る。スカールがいればタワーダイブもできるでしょう。ただし今度はボットレーンスティールが狙いに行く動きです。さあビビットが狙いましたがガンゴ捕まっていません。レベル5と4そしてエンティは逃げ延びた。そしてスキルをかわしている。そしてフラッシュアウトだ。逃げ延びました。いやストップムーブですよ。あそこ動きを止めなければ確実に当たっていたノックアップだったんですけどしっかりと止まってかわしましたね。あの状態で動きを止めるというのがどれだけの度胸がいるかと
調子をかなり戻してきてますね、D 選手。さあ、相手のジャングルの位置が見えました。これでブルーバフをタッスル奪うことができます。そしてこれ竜の怒り、そしてスマイ青スマイトを持っていることからもトップレーンのダイブプレッシャーというものを与えることもできますよね。さあ、ブルーのスティル成功です。これでセロスはミッドレーン辛くなるでしょう。いや、これタリアを待ち、リコールをしながらタリアを待ちますね。寄ってくる様子がなければそのままリコール来たら、まあ襲いかかるでしょうね。うん、間違いないですね。さあ、ここはリコールになりました。ウォーハンマーとブーツの完成をしているので、ダメージの、でもダメージの面においてはスティール選手の方が今はまだ出ますか。ダークシールを持っている分でブーツを買わなくても MS が早いというのもあって、ダメージビルドを一つ多く詰めるというのはタイヤの強みの一つですね。さあ、アルティメットを持ったダッスル、おっと、これ移動に使っただけだ。眼光を急いでいる。ボットレインに向かっています。ビビットはレベル6になりました。ユタポンはまだ現在レベル5、体力も減っています。今レベル6です。クレットもやってきている。さあ、一気にタワーダイブ、死ぬ間になってさらには自決のず、体力の回復は間に合わない。アルティメットが弾ける。その前にダメージ、そしてエンティストップを2でかわしている。タワーした。ビビットはまだ耐えてはいますが、人数差ができているのはアンストロドスタッフゲーミング。ここにスティールも寄ってきます。狙われているのはガリエル。ビビットもタワーした。逃げ延びることはできましたが、スキルはかわした。そして逃げ延びることができるか。最後守っている瞬身後方だ。そこからマラタッスルが戦えています。エンティもう一度前へ。タウントを使ってセロスに対してダメージを与えていきます。看護学ばありませんか。ここでタッスルが戻ってきてもう一キル。そしてこの集団戦なんと4キル獲得です。たった1ですね。しかも看護選手に2キルが入っている。これはもう、いや、非常に厳しいですね。デトネーションフォーカスミーとしてはまずはボットレーンは、ここまでキルを取られない予定であったはずなので、ガゴ選手のダメージ耐えるというのが難しくなりそうですね。リプレイです。ここでまず邪魔な、ビビット選手を蹴り飛ばして球を正確に当てる、タッスル選手のスキルショット精度の高さもあるんですけど、いやー、アンソルドスタッフゲーミングはタリアのノックアップを避けるのがうまいですね。うまいですね。まあ、ここちょっと引っかかってしまったのはおそらく予想外だったと思いますが、それでも終身後方をしっかりと使用して守りきることができていますし、ここからタッスル選手が一度離れはするんですが、この後ブラストコーンで帰ってきますからね。この後ビビット選手をキルにまでつなぐことはできませんが、おお、これで3キルでしたか。失礼しました。さあ、大きな有利です、アンソルドサップゲーミング。いや、10分という短い段階でロットオベディスの完成。おお、スネアが入った。キネマは使いましたが、ここはビートが時間を稼ぎます。お互いにまだアルティメットはありませんね。もしエンティ選手がもう少しだけタウン、Q の剣を呼ぶスピードが遅ければ、スローが入っていたのでもう少しダメージ与えられたんですけど、いや、ビビットもしっかり構えてきましたね。負けてませんね。タウントに対してしっかりとボディスラムを当てますか。これが一つエンティからユタポンを守る術になりそうです。ただそれを使用してもエンティ選手は気を使用するチャンピオンで、ビビット選手はマナを使用するチャンピオンですからね。回復量というのは圧倒的に差がありますし、手数というのも今後この回数を増やせば増やすほどエンティ選手が有利になりますね。さあ、なんとガンゴブルーバフを持っています。打ち放題です。いや、この状態ガンゴ選手を育てられているというのが大きいですよね。もともと USG の狙いはボットレーンだったようなんですが、これでトップレーンタリアが全く、エビ選手を育てられていないというのが大きいですね。それによって、デトネーションフォーカスミーとしては、他のレーンに対して影響力を及ぼそうとしてスティール選手は動いてしまってますからね。さあ、ロッド・オブ・エイジスが12分ですでに2スタックです。ウォリアが完成しているので、これダイブのセットアップできますね。十分できますね。アパメン選手がアルティメットを使用してからのダイブガイツが、さあ、Q は当てている、飛び込んだ、ソロキリも狙いそうだ。グランドチャレンジ発動。ただししっかりとリポストをエビ取っておいています。耐えられました。しかしタワーを削りに行く、割るのは難しく感じますが、さあどうする。スティールも寄ってきました。
いや相当タワー削ることができましたね。これでトップレーンに対してのプレー、次はまた決める。チームを使わせたマデータイカンはガンゴ前に一気に出ていく。リビットは時間を稼がせたい。しかしおごりはどうだ、相手をうまくディセンゲすることができた。そしてこれテレポートに入ってくる。そしてアパメンもテレポートを切っているが、エビアもこれ逃げるしかない。リポストを使ってスネアは外してはいるんだが、ここに来るのはガリアルのチャージだ。さあ一気に飛び込む。W ダウンと2人、エッティ素晴らしいぞ。なんてプレーだよ。ボットレーンでまたしても3キルは USG です。ガンゴ選手に5キルが入った。メインキャリーに5キルですよ。このスイングを誰が止めるのか。そしてテレポートを使用したエビ選手なんですが、アパメン選手はテレポートを使用した後にキャンセルをしているので、このままトップレーンのタワーに対してアプローチをかけることができるんですが、これトップレーンのタワーをタリアが守りに来ているんですが、タッスル選手としてはだいぶ観光することもできますし、リフトヘラルドに対してプレッシャーを与えることもできますよね。リプレイで見ていきましょう。いやディセンゲージビビット選手素晴らしいんですよね。タウントをしっかりとディセンゲージすることによって、テレポート時間を稼ぐこともできていますし、この後自決の映像を使用して、ダメージを与えることもできているんですが、まずスネアを固めて、アルティメットマテータイカーを破裂させてダメージを与えさせたと、ここ終身5歩をつけていいのはブリンプだと、ツーマンタウント完璧だ。そしてその後ガンゴ選手もしっかりとスネア当ててますからね。ただリフトヘラルドまではいけなかったんですね。タワーもなんとか守れたようです。デトネーションフォーカスミー、めちゃくちゃですよ。ビルドがロッドウェイジェスのついでに、ソーサラーズブーツに、忘却ノーブ持ってますから、この時間帯もとんでもないですよ。レベル差のあるセロスを打ち負かしてますよ。いやシールドつけてたんですけどね、貫通したのダメージですから、シールドつけてなかったらもっと削れてますよ。さあエビとビビットルトップレーンに潜んではいるが、アパメンの周りに USG のメンバーも集まりつつある。まだ隠れている。アパメン体をしっかりとリバーに寄せています。さあ見えた、リビットフラッシュはありません。さあここでタッスルがまずはアパメンを迎えます。そしてエンティブリンクある状況、逆にプレッシャーをかけに行く。飛びついた、リビット一気に削れる。サポートであれば問題ない。ガリアルもテレポートでやっている。そのままキルにつなげている。さらにはジャングルのがガンゴが暴れている。スティール逃げるしかない。エビも狙われている。サモナースペルはまだ上がっていないぞ。スネアは当てている。リポストの返しがうまかったので、ここは生き延びることができました。ただ一方的にデトネーションフォーカスリーグ民が蹂躙されてますね。見てください、5000ゴールド以上の有利を15分です。この時間で5000ゴールドに加えて、ボットレーンで2600ゴールド差ついてるんですよね。ワンコア分ですね。そしてこのヘラルドが取れればさらに広がります。いやシェンのゴールドも4200ゴールド、大きなビルドがかなり完成しますね。神髄の瞳にまでなってますし、ワードが置ける量も多くなっていることを考えると、アーサー・ウザ・スタッフゲームが非常に大きな有利を持ってますね。そしてスティールの W をかわして味方の元へ戻っていきました。ダッスルリフトヘラルド獲得、アンソールドスタッフゲーミングです。ここまでシェンのタウントをしっかりと当てて、スイングを育てられるシェンもなかなかいないですよ。いないですよ。そしてガリアルもしっかりとロームができています。302のスコア、そしてブラッククリーバー完成しました。これでアルティメットで、アルティメットクールダウンも速くなりますし、サイドレーンに対しての影響力というものはもっと上がりましたね。しかもスウェインというチャンピオンと組み合わせてますからね、このクレットのアルティメットの影響力というものはとてつもなく大きなものになっていますね。このクレ育ったスウェインが走ってきますからね。いやー止めたいのですから、ビビットのアルティメット攻めには使いづらいですよ。守るために使う。おっとアバメン1レベル差がある。デベエビに対してダメージを与えてきます。エクスキューショナーズコーリング、さらにはウィンドキングブレードを作ろうとしています。さあ残っているのはアウタータワー、このミッドレーンです。いやミッドレーンにクレットを、配置していることによって、このブルーバフをガンゴ選手に渡せるという点もミッドクレットの強みですね。さあドラゴンが湧いています。ドラゴンには目もくれませんね。始めますか。 USG
大きな有利を掴んでいます。ここから何をすればいいんでしょう。リフトヘラルドを今タッセル選手が持っていることからもミッドレーンのタワーを破壊しに行くべきですね。このクレットのアルティメットを存分に使うためにもまずはこのミッドレーンのレーンの長さを長くしなければいけませんから、あとはカルマというチャンピオンですからね、ウェーブクリアが早いことを考えると早い段階でミッドレーンのタワーを破壊した後に、クレットのアルティメットで、ジャングル内でのファイトというものを望んでいきたいですね。さあ一度ガンゴはリコールに入るようです。ビルドが何か完成しますかね。おお、モレロノミコン18分で通行ですよ。25分のビルドですよ普通。そうですね。しかもストップウォッチもまだ持ってるんですよね。使ってないんですよ、あれだけポットレーンでバチバチにやり合っておいて。クレットの側のプレッシャーもあってなかなかこれ以上前に進めませんね。まだデトネーションを置くのに1キルしか取れていません。タワーも0本です。ここからデトネーションフォーカスミートしての勝ち筋はもう本当に耐えるしかないですね。おっとヘラルド止まりました、止まりました。ただし仕掛けているのは USG、 ビビットはうまく逃げています。このヘラルドを潰したのは大きいでしょう。いやーナイスな止め方ですね。よく反応しました。フラッシュは使用しましたが、それよりもリフトヘラルドの召喚を先止めた方がデトネーションフォーカスピードとしては利益が大きいですからね。ゲームスピードが早められなきゃ限りは自分たちは耐えられることが可能というのも示してますね。アニメーションが入っていましたが出るかなと思いましたが止まりましたね。さあこれでミッドレーンを割るのが難しくなりました。ただここデトネーションフォーカスミングがストップウォッチを持っているプレイヤーは一人もいないので、ダイブのセットアップもかなりしやすいんですよね。ガリアル選手の使うクレットはタワーダイブ得意としていますし、どこかのタイミングでタワーダイブはした方がいいと思いますけどね。仕掛けるのであればやはりボットレーンでしょうか。フィオラガーというチャンピオンは確かにリポストは持ってはいますが、一つのスキルしか防ぐことはできませんし、まだラバナサイドでしかできていないので柔らかいですからね。このミッドレーンを押した後そのままミッドに行くのではなく、その後の左右への動きですか。そうですね、特に、まあ、スウェインというチャンピオンがかなり育っているので、 CC を当てた際にその引き寄せというものをしっかりと生かして、中盤でのゲームメイクというものをしっかりと行っていきたいですね。さあアパメンのルインドキングブレードも完成しました。この構成デトネーションフォーカスミンは決してバロンが速くない構成なので、バロンに対してワーディングをしなくても、バロンに対して姿を消してしまったとしても始める可能性というものは非常に低いことを考えると、まずはこのエビ選手を叩き潰しておく必要がありますね。一番怖いのは彼が育つことなんですよね。そうですね、レートゲームで復活することでしょう。その狙いをしっかりと行えるかどうかですね。さあ USG この有利を広げ続けていかなければいけません。ガンゴ選手のビルドがダメージではなく回復ですかね。これはそうですね、スピリットビサージに行きますかね。落とすのが非常に難しくなりますよ。ダメージを出せるチャンピオンがクレット懸念リーシンがいるので自分はタンクをやろうという狙いですかね。いい選択です。さらには今5キルを取っていますから賞金を防ぐという点でもいいビルドになるでしょう。さあエビを狙っている、まだブッシュの中エビは待っている。さあ見えた、さあチャージだ、一気に仕掛ける3人体制、アルティメットをふんだんに使って蹴り飛ばしながらダメージ与えて一気に1キル USG これは無理だ。さあジャングルの中スティールとガリアの 1v1 レベルは先行しているのはガリアルです。USG 一気に集まります。いやただこれはミッドレーンのタワーを破壊するためのアルティメットですね。欲しいのはここだと、欲しいのはここですね。ボットレーンに対してガンゴ選手が移動する素振りを見せた結果、他のプレイヤーはボットレーンに対して移動してますからね。いいですね、ジャングルの中をガリアルとタッセルが通って相手を阻害しています。そしてタッセル選手とガリアル選手は物理攻撃が非常に高いのでタワーに対して大きなアプローチをかけることができてますね。さああと2割程度まで削れました。そしてこのままこの状態を続けていると次は懸念がボットでタワーの侵入を始めるんですよね。ルインドキングブレードを持っている AD 懸念ですからタワーを削るのはなかなかに早いですよ。さあエビの復活を待ってアバメン下がります。いやここミッドレーンに対して人数を割かなければタワーが破壊されてしまうというのもあって常に2人釘付けにされてしまいますね。
もうほとんどスティールは相手のジャングルに入るという動きはできていませんね。もう守るしかないですからね。ただ守っていけば FM もつながる道があります。やはりピオラはレイトゲームキャリーでもあり、ブラッドニアもビルドが揃えば揃うほどダメージが出るようになりますからね。さあ互いに課題が見えている中でどう動くか。もう一度ボットレイ行ってもいいですけどね。同じことをする。結局バロンが速くないということを利用するべきですね。バロンが速くないのであれば何度もボットレインに近づいて、特に先ほど、エビ選手はフラッシュを使用しているので逃げるというのは難しいですよね。今回アパメン選手はフラッシュを持っていますし、デルもまあ他のタッスル選手以外はフラッシュ持ってますからね。最悪ガリオリ選手に終身ボタンをつけるだけでもいいんじゃないですかね。なるほど。自分たちの攻めに積極的に、今この勝っている状況を生かして積極的に攻めに終身5本を使っていきたいですね。終身5本というスキル名とはちょっと真逆の使い方にはなりますが、まあ元からそうですからさあマウンテンドレイクも見えている。砲台ミニオンのウェーブだ。たまに触れるか。周りでのかなり怖い。ビビットの立ち位置がいいです。おごりのプレッシャーであまり前に出られませんでした。マウンテンドレイクを先に獲得するようです。いやマウンテンドレイクは大きいですね。これでタワーシージがより速くなる。後押しするバフですね。ここまでしたんだから勝てよという。さあこれでマウンテンドレイク、続いてもマウンテンドレイク、いけつないですね。これが取れれば大きいですよ。バロンに対してのプレッシャーもかけられるようになりますからね。確かにアンソルドスタッフゲームもそこまでバロンが速い構成ではないので、デトネーションフォーカスミーとしても警戒する必要はそれほどないかもしれませんが、さすがにマウンテンドレイクが2個ともなると話が変わってきますからね。まあクレットもケネもかなり速いですよ。これだけビルドが揃えば。おっとチャージの音が鳴り響いている。狙いはどこだ。スティールだ。ただしここはウィーバーボールで緊急回避です。ただこれでトップサイドのコントロールは握れましたね。現在24分50秒です。おっとノックアップ2つありました。ダメージが出ていませんね。スウィングはスピリットビザーズ完成しましたね。ここのはどうしますかね。アルティメット使用して無理やり CG には行きませんね。ミッドレーンのこのタワーそろそろ破壊できるので破壊しには行きたいんですが、あと1割程度でしょう。少しゲームが止まってしまっていますね。5分ほど動きがありませんか。これはやはりあのリフトヘラルドを潰した動きが効いていますね。そうですね。あのリフトヘラルド潰されていなければミッドレーンのタワーをも、破壊することもできていたので、そのままの流れで、サイドコントロールも取れていたはずです。さあこれ仕掛けるタッスル。セロスのゾニアを使わせました。スネアアウター引き寄せてる。待て体感。セロス慌ててフラッシュアウトです。ただしこれでウェーブクリアの要潰しました。ミッドのタワー外成功。そしてユタボを倒してる。ガリアリーソロキルだ。ついに、いやこれ尊敬していたミッドレーナーを倒しました。これで、あ、それユタボンでした興奮してきましたね。あー興奮、ターゲーム興奮してますからね、はい、今めちゃくちゃ間違えましたね失礼しました。はい、これで、これでまずキルを取れたことによってサイドレーンに対してプレッシャーを、プレッシャー与えるようにもできるんですが、いやーこれバロンがマウンティドレイクの影響を持って早い早い。さあバロン触ってるのは USG。 ユタポン選手はいません。そしてユタポン選手おっと雷撃の嵐。アバメンが狙って、そしてセロスがダウン。さあスティールが仕掛けていますが、エンディはまだ体力が残っている。ダブルを使いながらオーダーバックを防いで、なんとかエビの攻撃からも避けています。さあ最後ビビとアルティメットは打てましたが、グランドチャレンジの上エビフラッシュアウトで生き残ってはいますが、さあこれでもう一度人数差です。ユタポンは復活しました。そしてここにはマークスマンと言える、言ってもいいでしょう。懸念がいますからね。さあバロンを削りに行く。さあこのタイミングバロンに迎えるのはユタボンしかいません。いやもうガンゴ選手が、しかしガンゴの壁が立ちはだかっていてどうしようもない。バロン獲得、アンソールドスタッフゲーミング、この時間で1万ゴールドの差を作り上げることができましたね。ここでどうなりますかね。ビルトが
ガーディエンジェルが完成すればいいんですが、まずはリプレイです。まずここでもフラッシュがないセロス選手を狙ったというのが大きいですね。これでまずシールドの要、集団戦の要であるセロス選手を潰したことによって陣形を取ることができなくなりましたからね。うわ、ガーディエンジェルが2つ、タッスルとガリアル、これでタワーダイブがより簡単になりましたね。ノーデッドが現在4名です。唯一倒されているのはエンティ選手ですが、必要犠牲ですからね。そうですね、キル取られてたとしても問題はないですからね。さあ、バロンバフを持っているのはソルドスタッフゲーミング、アバメンを狙うような動きです。警戒しています。警戒もう狙いまくってますね。リコールを何度も何度もしながらギリギリまでアパメンを狙い続けている。しかしアパメンは耐えきりました。このプレッシャー、味方との連携バッチリです。サイドレーンがプッシュしたことによってしているのに姿が見えないというのを感じて、アパメン選手としてはプッシュのどこかに潜んでいるというのを察知しましたね。さあ、ミッドレーンに対してまずは広大ミニオンのバロンの攻撃を与えていきます。さあ、タッスル、インゼックを狙うような立ち位置でした。いや、ただボットレーンについにミニオンがアパメンのアタックスピードがもう速いぞ。マウンテンドレイクも持っているのでタワー CC も速いですね。さあ、ボットのインナータワー破壊は USG。 さあ、このアパメンもちろん狙いに行く。しかし雷撃の嵐、時間を稼いだ。そしてタッスル完璧でカバーだ。そして横からガリアのチャージが鳴り響いている。セロスを捕まえた。ストップウォッチが続く敵を使っている。これはもう逃げられないでしょう。そしてガンゴが暴れ放題だ。どうにでもなれゴッドライクガンゴ。そしてバロンを持っている状況で3人を倒しています。エビ選手がフィオラというチャンピオンということを考えると、このままゲームエンドまで向かいますね。スネアが決まっている。フラッシュアウトはビビット、ネクサスタワー、まずは1本グランドチャレンジもないですよ。さあ、もう一度仕掛けますが、仕掛けますが一瞬でダウン。そしてこれでエース、間違いないでしょう。このゲーム勝利したのはアンソールドスタッフゲーミングです。フウィルイン 10% を弾き返す素晴らしい試合を見せてくれましたね。いや、自分たちが FUV8% をひっくり返されたようにしっかりと自分たちも 10% をひっくり返しましたね。そうですね。だから今回はエンディ選手の動きが冴えすぎてました。ガンゴ選手のチャンピオン選択もありましたけど、レベル1シェーンは確かに、タウントを使うと非常に強力なチャンピオンなんですが、そのブラッドミアが唯一弱いレベル1のタイミングをつついてきましたからね。いやー、タッスルとガンゴが今熱いタッチを交わしましたね。いや、よく勝ちました。ただ D シンやはり得意チャンピオンというのもあって、動きが非常に速かったですね。いやー、素晴らしい試合をしてみせましたアンソールドスタッフゲーミング。いや、でもいや嬉しそうですね。いや、これが嬉しくないわけないですよね。それはそうですよね。いやー、全ゲームを通してスウェインというチャンピオンをピックしてはいましたが、いやー、ガンゴ選手のプレーがゲームを増すごとに増キレを増していましたし、なんといってもエンティ選手のフックとタウントがもう刺さりに刺さってガンゴ選手を完全に成長させきりましたからね。一番苦しんでいるのではないかと言われていたチームですよ。それもエンティ選手が一番苦しんでいたと思いますね。自身のハンドスキルのそのズレであったり、そのチーム内での、コンビネーションであったり、かなり苦しんでいたはずなんですが、今回完全に調整しきって素晴らしいプレーを何度も叩き出してくれてましたからね。まあ、僕はもうこれプレイヤーオブザマッチ文句なしにエンティ選手ですよ。まあ、勝者の皆さんに決めていただくんですが、このプレイヤーオブザマッチ、ハッシュタグの後にですね、 USG そして選手名をツイートしていただくんですが
エンティじゃないですか。じゃないですか。いや、フォーカスミもフォーカスミもうまく耐えてはいたんですけどね。リフトヘラルドもしっかりと止めましたし、2試合目も勝利を収めて今いたんですが、いや、それでも USG が決めてしまいましたね。一体何があったんでしょう。全く分かりませんね。もうこれは聞くしかないですね。あと個人的にはパイク楽しいかどうかですね。そりゃ楽しいんじゃないですか。フックチャンピオン好きですもんね。アンソルトアスタッフゲーミング、このラウンド5、しかも大一番です。なんといっても今1位を独走していたデトネーションフォーカスミー戦でしたからね。これを打ち倒したというのは非常に大きいですね。さあ、それではインタビューを楽しみしながらリプレイお待ちいただければと思います。お願いします。ビビとは時間を稼がせたい。しかし終わりはどうだ。相手をうまくディセンゲすることができた。そしてこれテレポートに入ってくる。そしてアパメンもテレポートを切っているが、エビアもこれ逃げるしかない。リポストを使ってスネア外してはいるんだが、ここに来るのはガリアルのチャージだ。さあ一気に飛び込む。W ダウンと1人、エッティ素晴らしいぞ。なんてプレーだよ。ボットレーンでまたしても3キルは USG です。セロスのトニアを使わせました。スネア合わせたら引き寄せてる。待て体感、セロス慌ててフラッシュアウトです。ただしこれでウェーブクリアの要潰しました。ミッドのタワーが成功。そしてユタポを倒しているガリアル、ソロキルだ。さあこれでもう一度人数差です。ユタポンは復活しました。そしてここにはマークスマンと言ってもいいでしょう。懸念がいますからね。さあバロンを削りに行く。さあこのタイミング、バロンに迎えるのはユタボンしかいません。いやもうガンゴ選手が、しかしガンゴの壁が立ちはだかっていてどうしようもない。バロン獲得、アンソールド。さあそれでは見事勝利を収めたアンソールドスタッフ芸人からエンティ選手のプレイヤーオブザマッチインタビューを行っていきましょう。こちらへどうぞ。いやとてつもない試合、そして勝利ですが、まずは今日のゲーム振り返ってどうですか。最近ここまであんまりうまく勝ててなかったので、みんなチームでどうすればいいかって考えて、でまあいつもなんか練習と違う感じになってたので、大会がなんかみんなリラックスしていこうって気持ちでやって勝てて嬉しかったです。それだけでこれだけの結果が出せたということなんですか。そうですね、みんな結構試合中集中しすぎちゃったりしてて、フィードバックしてて、でそれに気づいて、あ今日はリラックスして楽しんでいこうっていう感じでやりました。そんな流れも今日エンディ選手のパイク、そしてシェンもです。何度もボットネ切り落としてとてつもないパフォーマンスでしたが、エンディ選手自身はどうなんですか。その以外に何かあったりしなかったんですか。そうですね、パイクには結構自信があって、まあ、パイクサポート取ったら勝てるって感じで思ってて、でまあピックして、まあ、勝ったって感じですね。こうかなりエンティ選手自身がそのパフォーマンスのところで伸び悩んでるんじゃないかというのも言われていたんですが、自分ではどう感じてましたか。そうですね、僕もまあみんなと同じで結構もう集中しすぎて周りあんまり見れてなかったりしたので、今日はリラックスできて、それが結果につながったと思います。それではこれが結果につながった、折り返しで大きな勝利だと思いますが、前半振り返って後半に向かってどうですか。そうですね、このまままあリラックスして試合を楽しんでやれば勝てると思うので、応援よろしくお願いします。なるほど、 NT さんらしいコメントをしていただきましたね。最後までいいコメントもいただいたので、これで終わっていきたいと思います。さあ見事勝利したアンソルズサゲミから NT 選手のインタビューでした。ありがとうございました。いやー根山さん、はい、もう大興奮ですよ、会場含めて。そうですね。いやでもやっぱ楽しむことってかなり大事なんだなっていうのが、やっぱ実感、なんていうか話を聞いて思いましたね。大事なんですね、それだけで変わるんですね。いや全然違いますね、やっぱり見えるものが全然なんか広がりますから、ね、視野がまず広がるので、集中しすぎるとその視野が一点になってしまって、その柔軟性というものが生まれなくなってしまうので、やっぱりリラックスすることはやっぱり重要だとは思いますね。これ
楽しみになりますよ、アンソールドスタッフゲーミング。折り返しでこの勝利ですから、これからは後半戦ですから順位争いが加熱してくるわけです。期待できますよ。いやもうこのプレー見たら期待するしかないですよ。なんで言っても1位を独走してたデトネーションフォーカスミに勝利しましたからね。なんだったら今までもうずっと優勝してたペンタグラムはレギュラーシーズンで勝ったことがないわけですから。いやまあやっぱりフォーカスミを出すのはそれとスタッフゲーミングなのかもしれませんね。素晴らしい試合でした。それではこれにて LJL2018 サマースプリットラウンド5マッチ3が終了となりました。それでは結果の方を見ていきたいと思います。さあ本日お送りした LJL ラウンド5はマッチ1 V3 スポーツ VS クレストゲーミングアクトは V3 スポーツの勝利、マッチ2バーニングコア VS ペンタグラムはペンタグラムの勝利、そしてマッチ3アンソールドスタッフゲーミング VS デトネーションフォーカスミーはアンソールドスタッフゲーミングの勝利となりました。そして次回 LJL2018 サマースプリットラウンド6は7月27日20時からの放送開始予定となっております。さあこちらの試合、電話さん注目のマッチアップどこになりそうですか。まあデトネーションフォーカスミ VS ペンタグラムじゃないでしょうか。レギュラーシーズン勝てていないという話もあったんですが、またラウンド6で戦うということもあり、そしてペンタグラムやはり調子を上げてきてますからね。ここでまたフォーカスミと戦うというのはもし勝てれば、自信にもつながりますし、負けたら悔しい分また努力をすると思いますからね。そしてもしここでペンタグラム勝つことがあれば順位争いがより分からなくなってきますね。とんでもないことになりますよ。さあそれでは本日の放送は以上となります。木曜日にはチャレンジャーシリーズもあります、そちらもぜひご覧ください。それでは本日は私実況のカツリオンと解説のデイワンがお送りいたしました。それではこれで失礼いたします。さよなら。さよなら。構えて打ち上げた。さあまずはキーメーカーを吹き飛ばしている。ここから4対4、しかし国語が先にシールドを倒しているので人数差できている。バロンはリセットだ。アルプスもアルティメットは使っていましたがダメージが足りていません。ナップが残ってはいるものの V3 スポーツがこの集団戦勝利します。残っているのはナップだけです。リーキャップ選手はもう目もくれずにネクサスを破壊しましたね。いつも通りですね。いつも通りですね。さあこのゲーム2を制してこのマッチ1ゲーム勝利したのは V3 スポーツとなりました。ありがとうございました。いやこれを取ることができたら PGM の英雄ですよ。さあ視界はない、コントロールワードも手元にはない。横からゲンが一度相手を揺さぶるような動きからタイミングが測れるか。残り2戦バラは取った。救世主だ。さあ一気にレイヤーを狙いに行きます。おごりを使って相手を分断しているのがワンスの動き、執事の執行湯を使っていますがゆとりもやしは全く体力が削れていません。さあペンタグラムが相手を飲み込むように、そしてパズが相手を跳ね抜けるように動きながらネクサスタワー、そしてネクサスを破壊します。さあこの白熱したマッチ、勝利したのはペンタグラムとなりました。ありがとうございました。さあセロスを引き寄せましたが、ここでさあスティールが前に出た。そしてフラッシュインからアブソリュートでの相手の動きを止めています。そしてキラーボイドから眠気で捕まっているんですが、いやそれしかし魔帝体感の弾けるダメージでスティールがダウンだ。さあ金をかけた1名がダウンしていれば USG がこの集団戦勝つことができます。さあもう一度入っていくスティール、横から挟み込めるかどうか。スリープバブルは当たっていますが、キラーボイドからアパメンを落としに行きたい、落としに行きたい、しかし耐えている耐えている。アパメンが硬い。そしてガンゴの魔帝体感から一気にデトネーションがフォークスミを弾き飛ばしている。スティールはそれでも生き残ってはいりますの